テキーラはメキシコ中部ハリスコ州の地方自治体の一つ。中心的な町はサンティアゴデテキーラだが、この町も単にテキーラと呼ばれるのが一般的である。テキーラ町はメキシコ第二の都市であるハリスコ州グアダラハラから 50km の場所に位置している。流絶乱の上流種であるメスカルの中でもよく知られるテキーラ種はこの町の名前に由来しており、 毎年11月29日から12月13日には、地元で、テ敵ラ見本市が開催される。2003年にプエーブロマヒコに選出された。テ敵ラ市は、北緯20度25-00と21度12-30、成型103度36-00と104度03-30の間に位置し、面積は1364平方キロメートルである。 海抜は700メートルから2900メートルである。ハリスコ州の地方自治体であるサンマルティンデボラニオス、アワルルコデメルカド、テウチトラン、アマティタン、サン、クリストバルデエラバランカ、サポパン、オストティバキジョ、マグダレナ、サン・フアニトデ・エスコベドなどとともに、北西はナヤディット州に、北東はサカテカス州に隣接している。2000年の国勢調査で、 の人口は35,504人。そのうち24,024人がテキーラ町に住んでいる。テキーラ町以外の市内の比較的大きな集落には、エルサルバドル、サンマルティンデラスカニャス、サンタテレサ、ポトレロデ、ロスリベラ、エルメディネニョがある。テキーラ町近くのリュウゼツランこの地域には、アメリカ先住民のチチメカ人、オトミ人、トルテカ人、アステカ人などが住んでいた。 コンキスタドールのクリストバルでオニャテが1530年にこの地に来て、その年の4月30日にはフランシスコ開始たちによってサンティアゴデテキーラの町が建造された。1541年には地元の先住民たちがスペイン人たちの圧政に対して反乱を起こしたが、その年のうちに鎮圧された。この地区の最初のテキーラ工場は1600年に建てられた。 黄金亀も名乗った指導者に引きられた反乱が19世紀初頭に起こったがヌエバ・ガリシアの総督に鎮圧された。しかし、メキシコ独立戦争の初期にあたる1810年11月には町はラファエル・ペレスを中心とする反乱者たちの手に落ちた。1824年3月27日に新たな独立国となるにあたり、敵イーラは町としての地位を与えられ、 1874年1月9日には、市に格上げされた。テキーラ市の一部は、アマティタン市やマグダレナ市の一部とともに、テキーラの古い産業施設群と、流絶乱の景観の名で、ユネスコの世界遺産に登録されている。テキーラ市は、アメリカ・カリフォルニア州南部のコーチェラ渓谷,谷にある2都市、キャシードラルシティ及びラクインタと、姉妹都市になっている。テキーラの議員や、 在会人たちは、これらの姉妹都市が行うメキシコ独立記念日の祝典に招かれ、列席する。ありがとうございます。